コカブト、またはコカブトムシは、高中目コガネムシかカブトムシやか、コカブト族に分類されるカブトムシ。日本のほぼ全域に分布し、日本以外にも朝鮮半島、中国、台湾に分布する。沖縄コカブトやアマミコカブトなどは普通種だが、コカブトは個体密度も低く個体数もそれほど多くない。 体長は1 8ト、mm、ルから2 6ト、mm、ル程度。小型ながらカブトムシの仲間であり、オス、メス、ともに小さな角状突起を持つが、文献によっては角ではないと表記する場合がある。外部形態上の精査に乏しいが、胸部全鏡成多にあるくぼみの形の違いで判別することができる。オスは円形、メスはスリット状である。 体つきと角状の突起から、最下部と類にも似ているが、より扁平。脚部の棘は、体の割に大きめ。成虫は、基本的に夜行性だが、日中偶然路上などを歩いている姿を見かける、こともある。樹液に集まることは少なく、他の昆虫の幼虫や死骸を食物とする。体の柔らかいものを主に狙うが、小金虫類の腹部に穴を開けて体内に侵入し、 内臓などを食い荒らすこともある。幼虫は、紅葉樹の白色不及剤などの朽木を食べる。成長は、非常に早く、孵化した幼虫は2ヶ月足らずで羽化にまで至る。このため年に2から3回発生していると考えられ、秋に孵化した場合、成虫はそのまま朽木の中で越冬する。また、一旦野外で活動を開始した成虫も、再越冬能力を持ち、半年引く。 最大2年と長い寿命を持つ。幼虫の姿では滅多に越冬せず、メスは我が子が秋までに羽化できるタイムリミットである7月末以降はほとんど散乱しない。下キの成虫はよく飛翔するため10日にもしばしば見られるが、幼虫対象を持たない本種は樹液状や海岸をうろついていたりすることもあるなど、まだまだ謎の多い種類である。 市販のカブトマットや他のクワガタに使った産卵器を入れておけば産卵させることはできるが難易度はやや高く産卵は7月までにさせる必要がある。なお、肉食傾向の強い種のため幼虫や卵が確認できたらすぐに成虫を取り出す必要がある。幼虫は非常に成長が早く2ヶ月ほどで成虫になるが早く羽化した成虫が まだ浮かしていない幼虫やさなぎを捕食することがあるので、単独飼育の方が安全である。ありがとうございます。